はい、皆さんこんにちは。佐賀キャンプスでございます。もうすぐ3時ですね。なんか温度下がってきましたよ。千代田区16度でこの部屋は21度ですかね。もうすぐ今日終わりますけども、今マイナス112円になりましたね、日経平均。まあだいぶですね、戻ってはきましたね。300円ぐらい安かったですから。はい、ドル円は 157.87 と動きませんね。はい、注目ドルウォン1387とちょっと押され気味になってきました。これ今日1390いくんちゃうやろか。まあね、激しく抵抗してるんでしょうけどね、もう矢玉が尽きたんちゃうかなという気がしますけどね。ちびちびやってても効きませんからね。日本は5兆円入れてもですね、あんまり効いていないという感じがしますけどね、今。はい、行きましょうか。本題はですね、これでして、これ笑いますよ結構。大紀元ですね、これは昨日出た記事でして、中国の GW ゴールデンウィークですね、中国でもあるんですって。それが1日から5日らしいけど、今日からですか、だから、はい、5日は日曜日ですね。今日確かメーデーなんですよね。中国 GW 中、各地で大学生の集団旅行禁止大学生にね、グループ旅行したらあかんって言ってなんやねそれはと。博士革命の再来を恐れたのかということでですね、本文を読んでいきますと、いかにこのですね、当局はビビっているかということですね。中国のゴールデンウィークと呼ばれる労働節の大型連休 5月1日から5日を控える中、国内各地の大学が突然学生による勝手な集団旅行、括弧自転車やドライブ旅行をも含むを厳しく禁じる通達を出していたことが分かった。これは多分共産党の命令ですね。関連話題は中国 SNS のトレンド入りし、熱い議論が巻き起こっている。多くの大学が一斉に学生の集団旅行を禁じる理由について、 SNS 上では心に不満をためている大学生が中共政権に対する抗議集会を組織したり実行したりできなくするための予防策ではないかと考える声が根強い。何も書いていない白い紙を手にして広場や街頭に立つ一般市民や学生たち、声を出さずスローガンの文字も掲げていなかったが、彼らの心は一つであった。2022年11月、まだゼロコロナ期間中であった中国の各地で、中国共産党のゼロコロナ政策を批判する白紙革命と呼ばれる大衆運動が行われていた。その時、大勢の市民や学生は手に白い紙を掲げて、静かに街頭に立った。中には自由、民主、公民の権利を求める、我に自由を与えよ、叱らずんばしよ、などと声を上げて叫ぶ者も少なくなかった。現在、プー自由、もう2位 C かな、多分間違ってると思いますけど、現在、中国のネットでは厳しい検閲が敷かれており、白紙革命に関連するワードは検索することができない。こんな白紙革命の再来を神経に尖らせる中国当局は安定維持の強化に躍起になっている。2022年11月28日、北京市民が手に白い紙を掲げて中共政府のゼロコロナ政策に抗議した。この抗議は白紙革命、これはあれかな、すいません、今キャプション読んでました。中国メディア、法廃新聞によると、蘭州交通大学、うにゃうにゃうにゃう、大学は4つ、5つ、6つ書いてあります。各地の多くの大学が同様の通知を出している。大学側が学生の集団旅行を禁止する理由については、連休中の安全のためとしているという。地方重点大学である成都理工大学などでは、学生に対して外出および帰宅の際にはクラス担当に報告して許可を得ること、許可の場合でも外出の過程について事後周報告を求めている。中国の大学って全寮制なんですよ。なんで全寮制にするかというと、監視がしやすいんですね。
学生ってね、往々にして反体制派の反体制運動に走りやすいでしょ。だからですね、24時間監視することでですね、それを防いでるんですね。だから外出も制限できるということですね。また一部の学校では連休中はキャンパス内で小規模かつ分散的に活動するよう学生に推薦し、要は集まるなということですね。北京大学、大学でなどは、学生に対して旅行する際は必ず家族や友人とすること、知らない人と出かけたりやったりしないよと。もうね、なんていうか、何をビビりまくってんねんっていう世界ですね、中国共産党は。経済悪化や大学生の就職難が深刻化する中、大学生は中国共産党当局によって、不安定要因の一つとなっており、そのため大学生に対する統制が日増しに強まっている。それをこれに先立ち、多くの大学が危険だとして、学生が宿舎内でベッドカーテン、天蓋付きベッド用カーテンを使用することを禁じていた。ははは、そこまですんの。はあ。寝そべりから起き上がった中国の若者。中国最高学府の一つで習近平の出身校として知られる清華大学の学生が抗議活動を行っていることもところ、あ、これはすいません、キャプションを読みました。はい、まあね、こうなんていうか、これもうね、末期症状ではないですかね。そこまで中国共産党はですね、自分たちに対する反対運動が起こるのをですね、恐れているわけですよ。まあそんだけだからやましいところがあるんでしょうね。まあありありってありありですけどね、やましいところが。いやー、そうそうね、何かでね、もう可燃状態になっていて、何かでプッと火つけたらわっと燃え上がる寸前ではないんですかね。いや、ここまでビビってるというのは本物ですよ、これ。普通ね、社会が安定してうまくいってればこんな通達出したりしませんからね。あ、どこでも好きなように行けよお前らみたいななるわけでしょ。共産党に誰かが不満を言うてもですね、みんながうまくいってるよ、何言うてんねんお前ってなるわけでしょ。でも今誰かが言い出したらそうだそうだってなるかもしれないというふうに共産党の人たちはですね、ビビってるわけでしょ。もうこれね、かなりやばい状態ちゃうんかなという気がしますけどね。ここまでなんでビビらなあかんのと思います。ここまでビビらなあかんほど後ろめたいことがいっぱい起こってるということですね。まず職がないってあります。それ学生さんたちは深刻な問題ですよ。卒業してもですね、就職ができないということですね。で、その次に親の世代が急速にお金がなくなっているということですね。職を失ったり給料払ってもらえなかったりですね、買ったマンションが引き渡されずに住宅ローンだけ払っていたりとかってですね、もう社会が急激に劣化してますよね。運の悪い人はですね、銀行に預けたお金が引き出せないみたいなことも起こっていますしですね、おかしいやんみたいなことがですね、いっぱい起こってるんではないですかね。だから普通の人にとって、そのおかしいやん、何やねんこれみたいなことは本当短いになってるんでしょうね。まあ当然ご本人もですね、就職危ういということでしょう。で、誰が悪いねんって言ったら、やっぱり共産党が悪いわけですよ。ゼロコロナをですね、白紙革命でやめさせられたっていうのが、やっぱり共産党の歴史が始まって以来ぐらいのですね、民主運動がですね、政府を倒したと、政府の方針を変えさせたという大きな動きではなかったのかなと私は思いますけどね。文化大革命とかって、あれは共産党が主導したわけでしょう。天安門は1989年のね、あれはあれですね、一般大衆側が破れましたけども、戦車で踏みにじられましたけども、白紙革命はですね、全国でわっと起こったわけでしょ。で、結局方針を変えざるを得なかったわけであって、共産党の負けですよ、あれ。だからそれと同じようなことがまた起こるんちゃうかってビビりまくってるわけですよ。な、全国同時多発でやられたらですね、いくら共産党が軍隊持ってても警察持ってても無理でしょ、それは。それをものすごく恐れてるんではないですかね。だから何かをきっかけに、今中国でですね、大混乱が生じる可能性があると思いますよ。
で、あの人たちって一旦暴れだしたら聞きませんからね、もうその辺の商店を襲いまくったりとか役所を襲いまくったりしてですね、こうなんていうかもう無政府状態に陥る可能性は十分あります。その寸前なんで、わざわざですね、共産党が大学生のですね、旅行まで禁止してるわけです。もうこれ末期症状やんと私は思います。今大体読みましたけども、この大紀元のですね、アドレスを貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。